とうございます。ありがとうございます。その試合、雨の中になりましたが、いかがでしたか？まあ、チームで、やっぱ前半雨降ってないうちに試合を決めようって言ってた中で、やっぱ前半 0-0 で終わってしまったので、そういった部分もやっぱ自分としては課題かなと思いますし、前の選手なんで前半でゴール決めたかったっていうのはありますけど、まあ、後半自分のゴールで、チームが勝てたってことはすごい嬉しいです。本当にあのゴール大きかったです。あのゴールなんですけど、角度のないところからすごいシュートでしたよね。振り返ってもらっていいですか？まあ、奥のスペースで受けれて、メイさんからすごいいいボールだったので、そこからやっぱ自分の形に持っていって、ゴールを決めれたっていうのは良かったですし、まあ、自分ではびっくりするような点でしたけど、まあ、それが決勝点になったのですごい嬉しいです。ここ2試合で3ゴールで、リーグ再開後は4ゴール好調ですよね。まあ、やっぱりリーグ前半でゴール決めれなかったってことはやっぱ自分にとってすごい悔しかったですし、そういった中で後半、チームに貢献できているのはすごい嬉しいので、ここからまた大事な試合が続くので、そこでまた点取ってチームを勝たせたいなと思います。個人的にもレギュラー争いが激しい中、大きなアピールになったんじゃないかと思うんですが、そのあたりいかがですか？今年は前の選手もたくさんいて、まず試合に出るってことが難しい中で、今試合に出してもらって、やっぱそこで結果残さなきゃ残れないですし、やっぱチームですけど、ライバルとなる選手がたくさんいるので、そういった部分では負けちゃいけないなと思います。チームとしても首位キープです。これについてはいかがでしょうか？やっぱり3冠目指す上で、勝ち続けるっていうことは大事なことなので、まあ、強化であることも大きいですし、また次に向けて、いい一歩になったかなと思います。では残り5試合に向けてサポーターの皆さんに一言お願いします。残り5試合、全員で勝利できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。